さあ始まりました将棋バーチャンネル、ということで今回は藤井聡太順位戦の B 級2組ですね。先手藤井聡太棋聖対鈴木大輔九段ですね、後手ということでやっていきたいと思います。今日のお酒はこちら、生おろしピーチですね、極上フルーツサワーっていう、いやー桃が美味しい季節ですよ皆さん。さあこのチャンネルはね、飲み物を飲みながら将棋についてわーわー言っていくってチャンネルなんで、よろしければ皆さん一緒に飲んでいきましょう。それではお疲れ様でした。ウィース。くー、ジュースうまいな、やっぱ桃ってうまいよね。ということでこちら詰め将棋になっております。よろしければ今回はまあノーヒントで言ってきますが、何手詰めだろう、1、2、3、4、5、6、7、9手かな、9手詰めですね、なっております。よろしければ解いてみてください。それでは見ていきましょう。さあ先手が藤井聡太棋聖ですね、後手が鈴木大輔ということで、九段ですね、振り飛車党の鈴木大輔さんです、先生ですけども、居飛車も指すかどうするかというところですが、これは角道止めたということと、端歩で振り飛車ですね、四間飛車。さあ四間飛車、先日さんの久保先生がね、四間飛車で勝ってくれたということで、振り飛車も三間飛車だけじゃないんだぞとか、中飛車だけじゃないんだぞっていうとね、昔ちょっと四間飛車すごい全盛期あったけど、ちょっと居飛車にボコられてしまったというか、居飛車穴熊がどうしてもねっていうのがあるんですけども、それを藤井システムが出たりいろいろありましたが、この鈴木大輔先生はね、なんかおっとここで言ったそばから穴熊ですね、穴熊で来る。で鈴木大輔先生は基本というか、なんかね、イビ穴対銀冠にして勝つ、イビ穴に組ませて勝つみたいなことをやってくれてる先生なので、振り飛車党としてはね結構明るい未来を見せてくれた先生の一人ですよね。八幡ダイバーという漫画にも出てくるんで、よろしければ見て。ということで早速仕掛けていく。さあ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 、角道を開けて交換を迫る。これはね、先手から3三角成同桂って言うと2四飛車って走られるんで、ここは通っていくと同桂と、これは銀とか金で取ると6五桂馬が両取り、将棋ウォーズで言うとふんどしの桂って出てくるんでね、これは桂馬で囲い薄くなるようですけど、パンツを脱ぐというか、これで両取りを防いでいくということで、飛車を走っていく。飛車を走ったら結構指穴のペースに見えるが、さあここで2三歩と合わせの歩。さあここでどうする、1本突き捨て、この段階ね、飛車をね走る準備をしていくということで同歩。さあ角を打っていった。さあシンプルな金取りと、あとは桂頭ですね、7六の地点も睨んでいくと、じっと銀を引いて一番硬いですね、これは守りを引きつけてね、金駒を引きつけて受けるとということで、遠くの桂頭を狙っていく。さあ7六歩となるとちょっと桂馬が取られる格好になるね、同金同角成はさすがにしない、おーっと同歩と取らない、なるほどね、ここで攻め合いですね、攻め合いの呼吸。さあこっちも取っていく。さあ香車を拾って、こっちは桂馬を拾っていく。同金寄りと角のラインを避けていった。さあ桂馬を跳ねてね、ダイレクトに2一飛車成で桂馬を取られると、やっぱこっち後手側はね、銀冠といえども 6四の桂打ち両取りとか、7四歩からの8六桂控えて打つね、桂馬とかでやっぱ桂馬に弱いんで渡せないということで、さあ構わずしかしなっていくと、いやこれ居飛車ペース握ってないですかね。うまっ、これは振り飛車どうやってしのぐ、ちょっと自分には分からないが、そこ歩でね、下段がスースーしてるんで、ね、このままじゃいけないと、しっと寄っていく。さあ3三の桂取りと4二の飛車を7駒にしておいてね、いつでも差し違い出るぞと、逃げるんですね、2五桂馬と。やっぱ桂馬取られると、先ほど話した6四桂とか、8六桂みたいな筋があるんで、さあそして急所中の急所、7四歩が入って引く。
定番を握らず同銀と、さあさらにこちらに歩を叩く、いやーさすがに取れない、これ取るとやっぱ7四歩があるんでね、桂馬取られてしまうと。さあさあ取った香車をねじ込んで手番を渡さない。さあここで1本歩を叩く、7八歩で綾をつけていく。まあそうね、こう金引いてくれてもいいし、相手の形を乱せると、まあ、これ取らずにじっと寄って固める。さあどうする、馬を引いて頑張る。さあ自陣に馬を引いて頑張るが、こう手厚い8六金と上がってね、やっぱ7五歩のような拠点を押さえながら攻めていってね、これ7五馬って単純に取られるともう攻めが途切れてしまうんで、そうしないようにね拠点を残す攻めですね。さあここで同銀、仕方なく取るが歩が伸びる。さあ同馬で頑張るが、銀をねペタペタと、玉頭はね厚み厚みでいくんですよね。こうで歩を打つと、いやーこれは鬼厳しい、鬼厳しい。さあ6三桂までなんとか拠点のね根っこから外せればいいが、もう6一と角を打っていく、まあ、守りの金を剥がしに行きましたね。これはやばい、これはやばい、金寄って頑張るが、さあここで駒を剥がしていく。さあここで龍が飛車を食いちぎった、これはもう寄せに入りましたね。寄せに入っていく藤井聡太。さあ藤井聡太守りの金を剥がして、さあさあさあ王手決めといて、さあ基本に忠実、守りの金を剥がしていくと。いや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 、涙目じゃないですかこれは。ちょっと待ってくれよ、悠々とステイホームのね玉イビアナがねいやーまあこう6一香、これギダですね。同金と取れば一手遅れるけど、相手にせずに守りの金を剥がしていく。同玉にさあ最後の要、馬も剥がされてしまった。さあ王様が1枚になって玉頭にプレッシャーをかけていく。さあ飛車打ってね下駄を預けましたね。これはもう雰囲気積んでる、6四角から積んでるかなこれは、うん多分。さあ叩いて積みですねこれはいやー強すぎる強すぎる、角なってここで投了と。いやー強すぎる居飛車穴というか藤井聡太というか、いやこれね、まあ投了時間は5二玉に5一飛車までなんですけど、ちょっと待ってくださいって感じですね。これはちょっと強すぎて草っていう、うん、やばいやばいやばい、完封というかなんというか王手かからず、いやーなんだろうな、自然に指して自然に勝ってしまったという、手に乗って守り固めて、ここで攻め合い、攻め合いうまかったですね。やっぱりこの感覚、取って取ってだけど、まあこうね2一の飛車なり、相手が攻めてきても2一飛車なりでダイレクトに桂馬取れれば攻め筋困らないし、逃げれば逃げたで龍入ってね 手番握ってるんで、ここで桂取りの先手先手でいって、いやここからねもうまあここ7四歩が入ってしまうと、もうどうしようもないっちゃどうしようもないけども、叩いてね、いやしょうがないですよね。同銀は7四歩があるんで、まあ香車打っていって、まあ、7八歩で囲いつけてうまく引いて頑張るんけどね、こういうやっぱ玉頭戦の手厚さ、こういうところは見習って拠点を消さないように攻めていくっていうのは勉強になりますよね。いやーガチガチ打ってっていやーもうあと剥がしていくだけですもんねいや本当に攻め駒補充して剥がして剥がしてと、基本的にもう本当守り駒を丁寧に剥がしていって、やっぱこういう6一強者ギダみたいなところもね、同金と取って一手遅らせるんじゃなくて、もうやっぱシンプルに守り駒を剥がしていけば積むというか、まあ、寄せ形になっていくんで、これ玉頭でプレッシャーかけてということで、もうしょうがないかっていう感じで飛車打ったんですけど、いやー鮮やかでしたねここまでということで、ちょっと強すぎてあれですねさすがのですね、明日からの試験飛車の使用率半分減りましたねこれで穴熊のトラウマが再びという、いや素晴らしい将棋でした。まあ、先ちょっと竜王戦でねちょっと黒星になったけども、全然まだまだ強さ健在なんで、順位戦も
これで負けなしで進んでっているのでね、これからも頑張っていってもらいたいと思いますけど、鈴木先生もね、振り飛車の意地というか、やっぱね、四間飛車を指してくれたっていうところに男気感じましたよね。これからも、うん、やっぱ振り飛車党少ないんで、アマチュアはやっぱそれでも振り飛車多いんでね、なんだかんだ見せてもらえると嬉しいなっていうファン心はありますね。さあ、ということで詰将棋やっていきますか。いやー、この熱気冷めやらぬ中で、これはそうですね、まあ、ヒントとしましては桂馬をどこに打つのかというところですね。桂打ちをどこに打つかというのと、ここが第一ヒントで、解きたい方はここで一時停止して、次第二ヒントは、まあ、第二ヒント言っちゃうと答えみたいなところあるんだけど、飛車をちょっとずらしたいなっていう、いやもうここまでかなっていう感じですね。さあ、ということで正解発表しますので、解きたい方は一時停止してください。それでは正解発表いきます。初手、危ねえ、こうでは、うん、さあ下段に落とすという金打ちですね。上がれば頭金なので、これは玉と取るんですが、ここですね、ここで桂馬を打ってきます。これですね、この桂馬が見えればあとは一本道なんで、まあ、これで同飛車と打れるんですけれども、さあ次の一手が手筋ですね。玉を下段に落とせということでやっていく、引けば金馬銀で上がるしかないんですけども、ここでただ捨ての銀と、さあここまで見れればあとは上がって決金ということで、いかがだったでしょうか。もちろん取れば、この局面取れば腹筋ですね、までということで、さあこのチャンネルは、まあ棋譜を見て研究考察わわ言ったりね、こういう詰将棋したり、あとは将棋講座だとか将棋についての強くなる勉強などを一緒にしていきたいなっていうチャンネルなので、よろしければ他の動画を見ていただいたりね、チャンネル登録していただければと思いますので、それでは飲んでお別れしましょう。お疲れ様でした。 Wee